どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、昨日の、マリオットボンボイルね、ジャルマイルへの、10% ボーナスマイルのね、続きということで、先日紹介したね、動画内では、マリオットボンボイルね、キャンペーンとね、まあ一緒に紹介させていただいて、実際この 10% のボーナスマイルっていうのが、まあ先日の時点でね、マリオットボンボイから、本来ね、6万ポイントを交換すると、2万マイル、プラスボーナスマイルが入って2万5000マイルになるわけなんですけども、まあそれがね、10% ボーナスっていうのが、この 10% どっちでつくかっていうのはね、昨日公式のデスクに連絡したところ、まあわからないっていう回答だったんですよね。そんなこと あるんだと思ったんですけども、デスクの人もね、ちょっとすいませんけど、またかけ直してもらっていいですかみたいな感じで言っていました。ので今日ね、早速、もう一回、かけ直して、公式の見解をね聞いてきたわけなんですけども、結論としましては、2万5000マイルに対して 10% が入りますっていうことなんで、マリオットボンボイポイント6万ポイントを交換すると2万7500マイルになるっていうね、これすごいキャンペーンですよね。今回の、キャンペーンがですね、こちらもデスクに問い合わせしました。なんかね、 JAL の公式サイトで見るとですね、このマリオットボンボイの宿泊キャンペーンと一緒にね紹介されていて、いまいちねよくわかんないんですよね。これもですね、これもね一緒にデスクに聞いてきまして、JAL マイルの 10% ボーナスマイルキャンペーンは3月2日から5月10日までのキャンペーンとなっております。ですので、だいたい2ヶ月ぐらいのね、キャンペーンとなっておりますね。 SPG アメックスのね、貯まるポイントが、まあ、このマリオットボンボイポイントなんですけども、 SPG アメックスのね還元率にするとこれ 1.375% まで上がるんですよね。いやーすごいですよね。まあ、もちろんねこちら、まあ、今回のね、キャンペーン期間限定ですので、この 1.375% をね、まあ、常に維持できるわけじゃないですけども、まあ、正直ね1回来るとまた来るんじゃないかっていう気がねなんとなくしちゃいますよね。外資系のねマイレージサービスだと、このマリオットボンボイポイントからね、ユナイテッド航空とかね、昨年あったのはブリティッシュエアウェイズがあったのかな、20% ボーナスマイルみたいなね、そんなキャンペーンもねありましたんで、まあ、今後ね、まあ、今回は JAL だけですけども、今後ね ANA とかね、もしかしたらあるかもしれないですよね。だから個人的にはですね、この SPG アメックスね、ちょっと年会費は高いんですけども、まだ持たれてない方はね結構夢のあるクレジットカードかもしれないですね。ちょっとこの SPG アメックスに関しては、まあ、今までずっとね条件がすごいいいクレジットカードで、年会費の元もすごい取りやすいクレジットカードでね、特典満載のこの SPG アメックスなんですけども、正直今年マリオットボンボイにね統合されてクレジットカードの額面が変わるっていう風に言われてるんですよね。今 SPG の額面でね、この SPG アメックスクレジットカードあるんですけども、マリオットボンボイのね、額面に変わるんじゃないかって言われていて、まあそのタイミングでね解約、まあちょっとね条件が悪くなるんじゃないかなっていう風に、まあ、言われてたんですけども、まさかね、いい話がねちょっとあるとはね個人的には思ってなかったんで、かなりね驚きですよね。それでは次にですね、このマリオットボンボイポイント、まあ、昨日もね軽く触れたんですけども、今マリオットボンボイポイントっていうのは、まあ、50% 増量キャンペーンっていうのをね、やってるんですよね。購入したポイントの 50% をねボーナスとしてつけてくれるっていうね、2年ぐらい前にあったねキャンペーンで、マリオットボンボイになってからね、この 50% を超えるキャンペーンっていうのは、まあ、初めてなんですよね。で、そのキャンペーンが今回来てるということで、50% 増量キャンペーンを利用しつつ、このポイントを購入して、それで JAL マイルに交換すると、まあ、マイル単価がどのぐらいになっていくかっていうのをね、ちょっと解説していきたいなと思います。50% 増量キャンペーンを入れると、まあ、6万ポイントを一気に交換すると2万5000マイル。それで、10% ついて2万7500マイルになります。ですので、とりあえず6万ポイントをね、購入で、ちょっと話をしていきたいと思います。で、6万ポイントをね、得るためには、この 50% 増量キャンペーンを考慮すると、4万ポイントを購入すると、500ドルっていう風になります。で、これをね、1ドル110円で計算すると、5万5000円。っていうことなんで、マイル単価2円っていう風になります。これがね、1ドル109円だと 1.98、1ドル108円の計算で 1.96 っていう感じでね、0.2 円ずつ下がっていく感じですね。で、
大体ね、1マイルの単価っていうのが大体2円ぐらいっていうふうにね、一般的には言われてますんで、まあ、これ1ドル109円とか108円とかでね、購入できれば、倍マイルっていう考え方としては、まあ、いい方だと思うんですよね。で、このマリオットボンボイの、この 10% ボーナスマイルキャンペーン、プラス、このマリオットボンボイポイント 50% 増量キャンペーンはですね、これ3月25日までなんですよね。50% 増量キャンペーンがやっているのはですね。ですので今からクレジットカード発行しても間に合うわけなんですよね。ですのでもしねマリオットボンボイポイントをね、購入を検討されていて、現金の支出をね抑えたいっていう方はですね、三井住友クレジットカードね発行いたしましょうね。三井住友クレジットカードですね、今現在、新規入会キャンペーンでね、1万2000円のね還元やっておりますんで、こちら詳しい動画出しておりますけども、まあ、クレジットカードを発行して三井住友クレジットカードがね出しているスマートフォンアプリに、ね、ログインするだけでこの還元受けられてしまいますんで、これね利用すると、こちらね5万円まで利用すると、1万円のね還元が受けられますんで、まあ、そうなると、実質の支払い金額はね、110円、1ドル110円の場合4万5000円で、マイル単価は 1.63、これがね、109円の場合は 1.61、108円の場合は 1.6 円っていう感じで、かなり下がっていきますよね。ですんでもしね、マリオットボンボイのね、このポイント購入で、JAL マイルを貯めていきたいっていう方はですね、ぜひねこのルートで購入するのがね一番ね、現金を支出抑えることができるんじゃないかなって個人的には思います。でこの三井住友クレジットカードはですね今ポイントサイトにまだ案件があるんですね。URL ね、概要欄に載せておきますけども、クレジットカード発行した後に5000以上使うとね、3000円分のポイントがね、ポイントサイトでもらえますんで、ぜひねそのルートで組んでいただければ、さらにそれをね現金でもらえば支払いねさらに抑えることができますんで、このルートがね一番いいんじゃないかなって個人的には思います。もしね、三井住友クレジットカードをね発行済みっていう方はですね、三菱 UFJ ビアソカードっていうのも今ね 20% カッシュバックキャンペーンやってまして、5万円利用するとね1万円還元やっておりますんで、まあ、そちらちょっと残念ながらねポイントサイトには案件はないんですけども、まあ、このどちらかをね利用すればマイル単価ね 1.6 円から 1.63 円ぐらいのねマイル単価まで落とすことができますんでね、マリオットボンボイポイントをね購入を検討されている方は、ぜひね参考にしてみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。